ここからですね、選手の皆さんに、真面目な野球話なんかもちょっと聞きたいなと思います、はい、昨シーズンですね、振り返ってみてご自身的にどうだったかというところなんですけど、リュウクさんどうでした？もう全くダメなシーズンになりました、はい、バッティングもそうですし、うん、守備の方でも、しょうもないミスをしたりとか、と来年はチャンスがいただければ勝利に貢献できるように頑張っていきたいなと。難しいシーズンだったかなと思うんですけど、ついてきてほしい数字がついてこなかったり、ね、そのなかなか噛み合わない時もあったんですけど、2023はいい意味で忘れて、はい、そうですね、もう2024またしっかり頑張っていこうかなと思います。新しい年迎えてますから、はい、